ごめんね。あと柔らかい。はい。ちゃんと調整します。動くね。聴診は呼吸の音と心臓の音を聞きますけど、はい、まあほぼほぼ正常範囲だと思います。はい。あとまた話します。ちょっとお待ちください。ね、チンチラってさ、食動物だから、はい、よっぽどじゃないとご飯食べないとかさ、ちょっと元気がないような感じは人前では見せない生き物なんですよ。はい、めちゃくちゃ食べる普通は。で、人数も数えたことありますか？あ、数は数えたことないですけど、すごいいっぱいです、ね。すごい出ますね。あれ数えると200前後出ますから、はい、20分で。で、それがもう出てないとか、100切ってるようだったら危ないです。出てないですね。うん、で、あの、今からちょっと付けで概算説明しますけど、はい、ちょっと検査。検査って言ってもいろんな検査できないんですけど、レントゲン検査とか、おしっことか、はい、で、あと場合によったらバリウム検査もやった方がいいかもしれない。それと並行して、点滴してあげたりとか、ちょっと食べない子には流動食を作って栄養補助をやるとか、はい、そういうことをしないと危ないと思います。はい。だから、で、あと、中田さん、概算ちょっと作ってね、説明できるように。健康チェック表1枚くれる？ない。受付でプリントもらいました？でも多分違うところに。チンチラのプリントもらいました。あ、これこれ。この子は元気な時に食べてる量ってわかりますよね、大体。はい。まあこれ後でいいんだけど、食事のね量ね。でも私が知りたいのはチモシー。この子一日で何グラム食べてるのかな。今まで元気だ。元気なんだよね。今は食べないと思うけど。だから。大体の量をパッと持ってきて、パッと持って、で、この子の体重を測るのってこういうのだったんじゃない？あ、はい、そうです。ね、これに何かお皿乗せといて、そこにこの子の一日どれくらい食べてるかなって量を入れてみて、はい、大体測ってみる。元気な時の量ね。はい。がピレットもそう。さっきのこれ、ずっとこれ使ってます。ずっとですね。実際何グラム？ペットショップでこれを使ってるって言われたやつをとりあえず買ったので。あ、どうだ。肥後ペットショップというところ、基本犬猫とかのってなんかこうエキゾチックアニマルメインのところじゃないんです。あ、そうですか。これとこれと、それからとその他のもの、はい、この辺のバリバリ姿とか、さっきのこれ、はい、まあ一日大体何グラム元気な時ね、はい、食べてたかをちょっとまあ後でいいからちょっと見てください。はい、それで。それからあとあの入院治療がいると思うんですけど、あのその前に一度受付で概算いくらかかるかって出しますから、はい、聞いてもらった上で OK だったら進んでいきます。はい、それからもしお預かりしても今日の夕方は1回来てほしい。はい、近いです。あ、このとこなんですね。はい、飼ってるのはこの子だけなんですね。そうですね。チンチラ飼うのは初めて。初めてです。でさっきチラッと言ったけど、体重の理想はね、チモシーは 2% 以上。だからペレットは繊維が 20% 以上という条件付きのやつが 2%。その他のものはやらないか、0.5 か 1% ぐらい、1日目。なしでもよい。でその他の中に本当の野菜とか本当の果物は含めますけどね。はい。で、この中で一番大事な食べ物はこれなんですよ、チモシー。すごい素食なんですよ、ね。ということですね。はい。から、ここ初めてだけどね、これでホームページ見てもらった。あ、はい。そうそう。YouTube が入れたの。あ、はい。ちょっと見ました。見ました。はい、で、その YouTube の中でチンチラのことを喋ってるのを見ました。あ、見ました。あ、再生リストの中で、はい、あ、ありがとうございます。何本かありますよね、チンチラは。はい、まあ、もし時間があったら
見てもらえるといいんですけど、はい、はい、じゃあこちらはね、じゃあこれはお皆さんやってくださいで、ひとまず概算説明終わるまではちょっとこの子ここにお預かりしといていいです、はい、ここでもう一回お話ししてくださいね、はい、でもし入院じゃなかったらもうこの場でできる範囲の治療をして、はい、観察の仕方を教えるということになりますからね、はいはい、じゃあ一回止めます。